ポンちゃん足くせ。ポンちゃん。朝からバトル。早くしなさい。は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 い、ジェン君。ジェン君。はい。はい。うんうんうん。ジェン君。ジェン君、おやつもらって美味しいですか？もう食べきっちゃった。美味しいね。意外と早く食べるね。ちょっと落ちそうだじゃん。もうない？クラポ？さあ、今日は金曜日、こんな感じで。こんな感じで、こんな感じです。そしてこんな感じです。こんな感じってなんや、クロケンおじさん勝手に歌うのチャンネルのスタート、あと20分後ぐらいです。ジャン君は名残惜しいのね。まだ食べてる。ジャン君とポンちゃんはクロケンマオイママ2人で歌っている間にここに逃げ込みました。うん、逃げたの。そして可愛く抱き合って寝ています。はい、歌の生配信は終了です。あれあ、マニュアルになってる。なんだ、ジャン君とポンちゃんがこんなにワクワクしているのはなんだ。これでドライのシラウオ。はい、ちょっと変わったものだ。いいか、ちょうだい。え、食べるの？食べた。あれ、はい、食べないの？食べてみます。ちょっといつもと感じが違うから。あ、味しない。そりゃそう、味しない。人間には無理。あれ、はい、どうぞ。はい、どうぞ。え、食べない？お、なんかいつもとちょっと違う感じだから。あ、食べた食べた。食べたね、よかったね。あれ、食べないの、ジャン君。ジャン君。あれ？ジャン君、お嫌い？おいしくない？お魚の匂いするよ。あ、手からの食べるの？あ、食べ、食べベタ？あ、食べた。あ、食べた。頑張れ頑張れ。でも人間には味しない。はい、ではホタテを、あ、ホタテは本当にホタテの貝柱の形してる。だって白魚だって白魚の形してたでしょ。目があったでしょ。味しない。味しない。しかも大きめで味しないとこれはダメだ。醤油が必要だわ。人間には向いてません。はい、よかったね。ジャン君、
よいしょ。じゃんくん。今日も一日いろいろ遊んだね。じゃんくん。もう眠い。夜が遅くなってきましたよ。じゃんくん。じゃんくん。はい、はい、どうぞこっちおいで。やろうか。こんなに毎日ブラシしてたら毛がなくなっちゃうよ。移動ですか。さあ、そろそろ寝る準備しなきゃ。寝ませんか。おやすみ。こっちにもポンちゃんがいるけれど、ほとんど映っていませんね。おやすみ。